今夜の動画は終わりのないドリル、右足ベタ足フェイスアンドリル、行ってみましょう。皆さんこんにちは、こんばんは、 WGSL です。今夜の動画は80ラウンド以上 OB をしない男、トシプロの右足ベタ足フェイスアンドリルをご覧いただきながら、映像ではね、映像ではあの部屋をした、あの部屋をしたトシプロをご覧いただきながら、右足ベタ足フェイスアンドリルの映像を見ていただきながら、まあ右肘リリースであったり前倒しであったり、ひっくり返し、後ろ倒しじゃないですよ、はい、後ろ倒しが入ったとしても前倒しは絶対入るんでね、はい、入ってないプロはいないんで、皆無ですよ、はい、100% いないんで、はいはい、アホなことを考えずに、はい、そこら辺の気づきなんかも見ていただきながら、聴覚、耳からは私のクライアントである松さんという資格を使って、はい、武器を使って、またまたブログマガジンのセールストークをさせていただきたいと思いますので、せっかくね、今夜も貴重な時間を割いてね、WGSL の動画クリックしていただいたのに申し訳はないんですけども、セールスなんか聞きたくないって方も、ね、不快に感じる方もいらっしゃるかもしれないんで、そういった方は申し訳ないけど、音声を消していただくか、今すぐもう再生ボタンを止めていただいて、はい、違う WGSL の動画を見ていただくかしていただいて、この先はもうセールストークになっているので、はい、セールストークを聞きたいって方だけは音声そのままでご視聴いただければなと思います、はい、ということで松さんお願いします。はい、じゃあいきます。今回は、飛ばせるアドレス&セットアップをレッスンの動画ですね。それは結構前じゃないですか。もう2年ぐらい前になります。約2年前ですね。約2年前ぐらいになりますかね、になるんですけど、僕のあのあれですよね、美しいアドレスを見せてるやつですね。そうですね、奥田さんのアドレス映ってますね、ここですね、はい、中にね、はい、最高のアドレス、綺麗なアドレスが映ってますけど、もうマジ綺麗です、はい、まあ、惚れ惚れするぐらい自分で言うみたいな、ね、まあ、やっぱこれなんですけど、やっぱりまあ YouTube を見てもらったら誰でも分かるとは思うんですけど、まあ皆さん多分何こう誰と出てる方、誰であれ、まあ一連の何かこうルーティンに沿ってアドレスセットアップを作っていってると思うんですけど、はいはい、まあ、僕ももちろんこうクライアントにやらせてもらう前、メルマガを買い始める前の頃ですかね、はい、すいません、ちょっと今探し物、そうですね、僕の手袋どこ行ったやろうと、どっか行った、あ、すいません、そう、そう、やっぱ僕も気になって見てた一人だったんで、はい、そうで、なんかこうまあ、見よう見まね、はい、儀式のようにこう真似される方もいると思う、僕も最初もちろんそうだったんで、ですね、あの動きです、ね、動きだけは 何かこういっぱい真似してっていうので、はい、まあ、ただ、まあ、一番特徴的なのは、まあ、あの左腕の動きだとは思うんですけど、ね、確かに、まあ、けど実は全然もっと事、細かにといいますか、一個一個、作っていってるっていうルーティンになってて、はい、っていうので、まあ、それを知れる唯一のブロマガっていうところですかね。もうこれに関してはまあ、ここまでセットアップしっかり事、細かにレッスンしたやつは、したやつはまあこの2年前のやつ以降は出てない、出てないで、ね、はい、これがまあ本当にまあ最新というところになるので、うん、まあ、ここはぜひぜひというか、やっぱりこのアドレスと設定、なんかこう僕もそうなんですけど、大事大事って皆さんどの程度でもおっしゃるじゃないですか、はい、アドレスは大事、はい、それはもちろんそうなんです。ただやっぱアマチュアってこうそこってこうやっぱ飛ばしがち、飛ばせますよね、なんかこうやっぱりその大事さっていうのがやっぱりこう分からないっていうところもあるんですよね、こう伝わらないっていうか、なんで大事なのが分かる、言葉で分かる、言われるのは分かるんだけども、そうなんでそう大事なのかっていうのが身に染みないところもあって、あとはやっぱりいろんなこうアドレス作っていくこうレッスンみたいなのもたくさんこう他にあると思うんですけど、もうそういうのも僕も昔やってましたけど、やっぱ続かないって、続かないってなんでって、そのやる理由が分からないからっていうところがやっぱり一番で、そう、やっぱそれがやっぱりこう初めて、あ、だからこういうセットアップ作っていくんだっていうところを知れたのがこの WGSL だったんで、ね、はい、じゃないと全員があの左腕のアクションやるわけないですよ、わざわざっていうことですよね、はい、学生のね、はい、
プロでも何でも、ね、はいはい、僕からならって、ね、確かにあんな面倒くさい動きをみんながやるわけないんですよね。それが単純に凱旋させてるだけやろとかっていうような思ってるコメントとかも来ますけど、お前そんなんだけやったらいち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 やらへんって言うんですよ。そんなね、見た目だけで見えるもんじゃないっていうのが、というかいい加減俺との格好違いを知る。確かに違いを知っていただきたい。本当に知る。偉そうに言ったのはわざとですけど。そうそうです。でもやっぱり僕もそれで、あ、そう、やっぱ英雄をしっかり締めたっていうんですかね。だからいわゆるその、まあ、奥田さんの発信なので解剖学の観点が入ってっていうところなんですけど、はい、なんでそういう理由があってそのセットアップ一個一個作っていってるわけなんですけど、はい、なんでこう僕もこのブロマが出た時って実は1個だけ、あ、俺やってなかったっていうところが気づきがあったりとかし、あったんですよ。1箇所、あ、そこもそうなんだっていうところがあって、すごくこう奥の深いところも知れるので、まあ面白いと思いますし、あとやっぱこうなんですかね、昔僕も悩んでたのは、そのよくボールとの距離感というのが難しいじゃないですか。あれめっちゃ悩み、みんなあれ本当にアマチュア悩みますよね。アマチュアの方っていうか、WGSL として僕が発信するまでの行動ですよね、にアマチュアの方多く教えてましたけど、その時もめっちゃその質問がありました。しますよね、はい、僕はこの悩んでて、パソコンで僕そういう検索もしたことあるんで、ボールとの距離感みたいな。確かに、でも悩みますよね。悩みます。やっぱりこうジュニア学生の方ってそういうの本能的にもう身についているものなので、ね、もう教えようがないと思いますけど、はい、まあ、それとかももうこれやればあのコースですら狂わなくなるのがこのセットアップなので、まあ、そのぐらい本当にこう体の構造、仕組み上のを使ってコース、アドレスを一個一個組み立てて作っていくみたいな、本当にそういうセットアップなので、というところで、はい、なんでまあアドレスやっぱり攻撃されてますか。なんでこうやる理由っていうところもやっぱ知れて楽しいところもあると思って、やっぱアドレスやっぱ大事なんで、そうです、はい、そこをまあ抑える、まあ、WGSL スイング変化進化させたいって言うんだったら、このアドレスをもうまず取らなきゃいけないですし、これ見よう見まねが絶対落とし穴いっぱいありますので、見よう見まねでやったらただの真似事に過ぎないというか、何もこう作れてないことになっちゃうので、まあ、このブロマガはぜひ、ね、アドレスからプローしましょう。ですよね、最初。いや、そうです、僕もこれセットアップそう全部知って作っていくまでって相当意識づけしてたんで、最初僕はセットアップが長かったですもんね。長かったっすね。でもみんなですよ、ジュニア学生は、例えばフージンプロとかトスプロとか、まあそんなことに苦労してるところは見せてないですけど、動画上として。でもう一個一個アライメントスティック置いて、で十字架にして十字で立てて、で何この最初のね、WGSL で言ったら、はい、今トシプロがやってるように、ああいう入り方の順番とか、なんであの順番でやらなあかんのかっていうのがちゃんと理解できると、はい、ボールとの距離感っていうのはもう間違えることはなくなるし、はい、ボールとの距離感だけじゃなくて、アライメントですよ、です、ね、肩のライン、腰のライン、はい、足のラインっていうものがまっすぐ立てるようになるってことは、要はまっすぐ飛ばせる確率がそれで上がるってことですよね。反射の方ってね、多くの方が右向いてたりとか、左向いてたりとかいっぱいあると思うんで、そこら辺もこの動画を見て、レッスン見ていただくと理解できるんじゃないかなっていうのと、やらなあかん理由が分かるんじゃないかな。そうですね、そこが一番いいかなというところで、はい、ぜひ、まあここは、はい、押さえとかないと WGSL のスイングは無理ですじゃないですかっていうところで、ですね、はい、紹介させてもらいました、はい、ありがとうございます、はい。トシプロの右足ベタ足フェイスタンドリルからどうでしたか、気づき入れましたか、いろいろと多分ね、アドレスも結構しっかり入ってたと思うんですね。アドレステストアップの話をしてたんで、こういったところも、まあ、見よう見まねだけじゃ見えない部分もあるとは思うんですけど、まあ、そこからでもね、何かしら骨が見えると気づけるんですけど、まあ、これが難しいんでね、そこはもうね、僕のコストを、僕にコストをかけた方が早いんじゃないかなっていう、時間がコストやってことを認識すると、お金を払うコストの方が安く感じると思うんです。そうですね、はい、だって知らんままやったらね、永遠にずっと時間だけが経っていて上手くならないっていうことが起こるんで、そういったことでブログマガジンの方も購読していただけるとすごく嬉しいです。ということで、今夜の動画最後までご視聴いただきありがとうございましたって言いながら、チャンネル登録といいねを言い忘れましたね。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。